スカルガールズはリバージラブス、後にラボゼロゲームズが開発した対戦型格闘ゲーム。米国のアニメーター、ブルースティムによるアニメ版バットマンのアートスタイルとして創造されたダークデコに基づくキャラクターデザインや世界観が特徴。日本版公式サイトでは、燃えばスカートゥーンなハイスピードツーゲー格と表現されている。日本の 数多くの対戦型格闘ゲームに影響を受けており、特に、ヴァンパイアシリーズや、マーベル VS、カプコン2には、色濃く影響されている。本校では拡張版、アンコールと、セカンドアンコール、iOS、アンドロイド向け格闘 RPG に関しても記載する。アメリカの大学生グループが、導人ゲームとして2009年頃に開発、制作した。 そこから開発会社を立ち上げ、商業路線の本格的な格闘ゲームとして開発するに至った。発売に至るまでの開発は、リバージラブスが行っていたが、資金難のために中断。その後、リバージラブスの開発チームが、ラボゼロゲームズの名で2002年に独立スタジオを設立した。クラウドファンディングを行いながら、開発を行っており、開発段階に応じて、 キャラクターなどが追加されていく。英語版はオータムゲームズから日本語版はサイバーフロントからダウンロード販売で配信を開始。以前はコナミデジタルエンタテインメントも協力していたが2013年11月に関係が打ち切られている。スティーム版も配信されており発売元はマーベラスアクルになる。2013年12月にコナミの要請により北米で プレイステーション3と XBOX360 向けに配信されていた以前のバージョンは配信停止となりサイバーフロントの解散の影響も相まって2014年1月には日本版も配信停止となった2014年1月にスティームで対戦の仕様がバンパイアセーバーと同様のものに変更されたスカルガールズアンコールが Windows と MacOS 10向けにリリースされ 2014年2月には北米でプレイステーション3向けに配信開始。2014年7月には日本版 PS3 用の配信も開始。2014年6月には日本版 Xbox 360用の配信が開始されている。2015年10月29日にはアップグレード版のスカルガールズセカンドアンコールが M により、 ニーシキャックスライブでの配信にてアーケード版が稼働開始し2016年4月14日にプレイステーション4、プレイステーションビー B タスティーム向けに配信開始された。もともとは2015年にアークシステムワークスがスカルガールズセカンドアンコールをプレイステーション4お4及び B タで発売することを発表し当初は2016年1月18日に発売予定だったが より一層のクオリティ向上のため同年3月10日に延期された。2016年2月17日により一層のクオリティ向上のため再度延期が行われると発表され、発売時期が未定となった。その後2016年3月2日に発売日が同年4月14日にて正式発表され、延期なく当日通りにて発売された。PS4 ビータ版では新たに、 日本語音声の吹き替えを実装されている。アークシステムワークスが関係しているのか、日本語音声の声優は、同社の対戦格闘ゲーム、ブレイブルーの関係者が多い。スティーム版は当初日本語ボイス未対応だったが、2017年4月3日のアップデートで対応した。スティーム版のみ、2017年1月24日のアップデートでセカンドアンコールとなった。 2018年7月12日にはスマートフォンアプリとしても配信。また、同年任天堂ス t e n d o s 版をリリースすることが発表された。操作はパンチキックの弱中強である6ボタン形式。変動タックバトルを採用しており、最大3人までのチームを組み戦うことが可能。143、243などの対戦も行える。 その場合一方が不利にならないように体力や攻撃力は自動で調整される。上記の通り、マーベル VS、カプコン等に影響されているため、アシストシステムや空中コンボを駆使した戦術が主となっている。ゲージを使用した超必殺技はブロックバスターと呼ばれる。またクポを搭載しておりネット対戦が可能。アシストシステムに関しては、 具体的に自分で設定したコマンド技でアシスト攻撃、ブロックバスター中にアシストのブロックバスターで連続攻撃、対戦相手を強制的にアシストへ交代させる攻撃、相手のコンボに対してアシストで割り込む反撃が挙げられる。いわゆるハメ技を防止するものとして一定段階のコンボで同一操作の繰り返しであることを判定するシステムやコンボの制限ゲージが 存在する。このどちらかの条件を満たすと相手のバーストが使用可能になり強制的に敵を吹き飛ばせる。コマンド技などは6ボタン形式であることの利点として、レバー入力は同一で違うボタンの同時押し操作など、比較的簡易なものが多く揃っている。スカルガールズアンコールからは一音一かつ複数ラウンド制の場合でも体力ゲージの減少を持ち越す。 インパクトダメージゲージ制度が採用された。登場人物の所属を示したもの。題が登場人物、視覚が組織。背景が白身がかって黒字の組織は壊滅済み。福アがいないのはストーリーモードがフィリアの夢落ちであるため。CV 表記は先がオリジナル、浮きが日本語版を記す。ギャモストラ、GD マグスタッフ、The 10 Best Games of 2012。 ギャモストラ、インフォアマテック、2020年4月30日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2020年4月30日閲覧。モの女の子が戦う海外産格闘ゲーム、スカルガールズインプレッション、ファミツー .com、エンターブレイン。2012年5月2日。2019年4月5日のオリジナルよりアーカイブ。2019年4月5日閲覧。 デフィニションオブダークデコアットアーバンディクショナリー。2013年2月21日閲覧。PS3 スカルガールズ配信を開始。ダークな世界観の 2D 対戦格闘ゲームウォッチインプレス。2013年2月14日。2017年8月6日のオリジナルよりアーカイブ。2017年8月6日閲覧。ハイスピード 2D 格ゲースカルガールズ配信。 モエバツカートゥーンな登場キャラを徹底紹介。インサイド・イード。二千十三年二月十四日。二千十九年十月十七日のオリジナルよりアーカイブ。二千十九年十月十七日閲覧。AB。インタビュー・ウィズ・アレックス・アハット。クリエイティブ・ディレクター＆クリエイター・オブ・ザ・スカルガールズ IP。二千十二年四月二十六日閲覧。 アクションゲームサイドボリューム02マイクロマガジン社2013年7月 P65ISBN 978から4から896374292松本隆一505ゲームズ新作アクション RPG インディビザベルを2019年10月8日にリリーススティームでは予約の受付も開始 4gamer.net アイタス 2019年8月10日。2020年8月4日のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月4日閲覧。新キャラクター、スキンゲリーを追加するスカルガールズ初の DLC が公開。デモプレイ映像も。2013年2月7日閲覧。スカルガールズのオータムゲームズが米国及び欧州のパブリッシャーであるコナミとの関係を打ち切ることに。 ゲームスパークイード2013年11月8日2020年9月1日のオリジナルよりアーカイブ2020年9月1日閲覧 PS4PSB 板版、スカルガールズセカンドアンコールの発売日が3月10日に延期2016年1月7日閲覧 PS4PSB 板版、スカルガールズセカンドアンコール発売延期のお知らせ 2016年2月17日閲覧。プレイステーション4、プレイステーションビータ専用ソフト、スカルガールズセカンドアンコール発売日決定。セレベラ自身は文字通りの純粋ではなく、マフィアがいかに悪い存在であるかということにあまり気づいていないという意味で、純粋と捉えられる。スカルガールズ4プレイステーション3リベス。 メタクレティック CBS インタラクティブ2012年4月11日閲覧スカルガールズ 4XBOX360 リベースメタクレティック CBS インタラクティブ2012年4月11日閲覧スカルガールズ 4PC リベースメタクレティック CBS インタラクティブ2013年8月22日閲覧 スカルガールズ、セカンドアンコールフォープレイステーション4リベス。メタクレティック、CBS インタラクティブ、2018年12月12日、閲覧。スカルガールズ、セカンドアンコールフォープレイステーションビータリベス。メタクレティック、CBS インタラクティブ、2018年12月12日、閲覧。スカルガールズ 4iPhone、iPad リベス。 メタクレティック、CBS インタラクティブ、2018年12月12日。クライサン、ニーダル、スカルガールズレビュー。フルイド、コンペティティブ、アンドフルオブ・オーバー・ザ・トップファンサービス。1アップ、2016年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年4月12日閲覧。パーキン、サイモン、スカルガールズレビュー。 ユーロゲイマー、2012年4月20日閲覧。マニアゴダニエル、スカルガールズ、レビュー for x b o x 3 6 0 G4、2012年4月13日閲覧。ライカート、ダン、スカルガールズレビュー、ファイティングフォーエブリワン。ゲームインホーマー、2012年4月9日閲覧。ランド、ジョン、スカルガールズレビュー。ゲームズリーター。 2012年4月13日閲覧。マギー、マックスウェル、スカルガールズレビュー。ゲームスポット、2012年4月11日閲覧。スカルガールズレビュー。ゲームトレイラース、2012年4月10日閲覧。クレメンツ、ライアン、スカルガールズレビュー。イグン、2012年4月9日閲覧。マレリー、ジョーダン、スカルガールズレビュー。クローズ、バットのオシガー。 ジョイスティック2012年4月13日閲覧スカルガールズセカンドアンコールに関するカテゴリーありがとうございます